まさか戦う気か？ドラゴンポイント。それを確かめないとだろ。引き際の判断は僕任せだろ。いいけど従えよ。兵馬ドラゴンパピー、ドラゴンの幼体の一つですわ。町の汚れがパピーに力を与えているみたいね。なら今のうちに何とかしないと。落ち着いて、アリーシャ。やばっ、はあ、危ないところだった。すまない。まだやる気？だって放っておけないだろ。エドナ、町の汚れがあいつに力を与えてるって言ったよね。多分だけど。じゃあまずそれを払えば。ええ、パピーの力を弱められるはずですわ。なんとも面倒な方法だね。そうだけど、損して得を取れだ。その作戦がいいと思う。例えは違う気がするが。力を弱めても下に下ろさないと戦えないぞ。その方法もきっとあるさ。みんながいれば。面倒かけに急がば回れですよ、エドナさん。それです、ライラ様。損して得を取れじゃなくて、急がば回れ作戦開始だ。運ぶの手伝おうか？いえ、いいのよ。モンマス文化史にジェフリー文章、すごいな、初めて見た。繊細で貴重な書物が散逸しないよう別の場所に隠しているのよ。そういうことならなおさら俺も。本当にいいの、秘密の場所なのよ。このことは言わないでね。本を守るためだから。怪しすぎ。そうかな。でしょ、聞いてもないのに言い訳をペラペラ。秘密の書庫なんて聞いたこともないが。
疑いたくないのはわかるけど、怪しいだろ。本を墓地に埋めるわけないもんな。私も気になる。隠れて様子を見てみよう。わかった。調子に乗るんじゃねえぞ、アガサ。いいとこせんだ。アガサ、あなたは本を守るって嘘だったんだ。ずっと母一人娘一人で苦労してきたのよ。苦しい暮らし、救われないし、嫌ってほど苦しんだのよ。少しだけいい目を見たっていいでしょ。汚れが。これは返してもらうぞ。警備隊に引き渡す。横領と窃盗の罪だ。分かってたのよ、いつかこうなるって。汚れが収まっていく。私にはもう必要ないわ。ネイフト代表に返してもらえるかしら。捕まって汚れが晴れるなんて。きっと心の底では望んでいたんですわ、罰せられることを。あの人やっぱり本が大好きだったんだな。面倒ね、人間って。ボトルの調合が終わったぞ。石碑か。落ちてた。本当に行くのか。ミクリオ様は幽霊も苦手なのですか。で、おつなぎしましょうか。じゃなくて、分かってるだろ、スレイ。かなりの領域を感じる強い兵馬がいるな。きっと、あーと驚くようなやつですわね、美術館だけに。今のはアートと美術をかけた場を和ますための洒落で。説明いらない。あ、今気づきました。いりましたわね、説明。さっさと来いってさ。行くしかないか。古代語の匂いがする。貴重な文化か。ひどい、許せないな。スレイ、妖精さんが見えるぞ。どうやらあれも氷魔っぽいね。次の曲はよし、天神です。さあ、どこだ。ハグリムユーバ仲間を支援する。先にただ妖人たちを喰らえ。
俺を呼んでいる。同じやつか。強さが同じとは限らないぞ。このような氷魔が、あの遺跡にもいたのか。新勝利だ。虹の量を開ける曲払いだ。同じく眠ってくれ。おぼろづきこいつを。甘く見ないことだね。君の悪い落書きだ。血で書いたみたいな。今日のよ、私が相手だ。あれはさせるか。なんて大きさだ。小さいよりぶん殴りやすいって考えれば。これどうなるか。みんな、やりまくる。君の気は、君がこれどうだ。鋭く攻撃を感じる。僕も天族として力をつけたい。十分才能がありますわ。焦らず行きましょう。さて、始めようか。新将来か。勝てる巨体成長でない。フェアリーサッカー。うまくいっている時こそ。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
行くぞ。ゴール剣術剣の際を一刀両断。殺力剣術剣の際を一刀両断。おとなしく眠ってくれ。こうやるな。今がコーチだ。見かけろ。魔人の剣大丈夫か。みんな魔人剣よその剣術を見かけろ。コーチだ。おとなしく眠ってくれ。剣術剣石碑はまだ見てないかも。
この氷魔が全ての元凶のようだな。よかった。ねえミクリオ、お化けじゃなくて。だからじゃれ合いは後。やな。お知り合いですか？ええ、昔ちょっと。うちはアタックユネン、よろしゅうな。変な名前だな。失礼やな。アタックはノルミン天族に伝わる由緒のある名前やねんで。はんなりしてるやろ。エドナ様の傘についているのと似てますよね。それに触れちゃうとすっごく長くなるので後ほどに。そうなんですか？ライラ、ノルミン天族って？ちょっ
と変わった天族ですの。地の主になるほどの力はありませんが、他の天族のお手伝いができるんです。お手伝い？天族の力をいい感じに強めてくれるメイドさんみたいなものと言えばいいでしょうか。さすがはライラハンやね。うちのことよう分かったはるわ。メイドさん？分かったような、分からないような。ライラの説明って時々適当だよね。ヤボテンさんには分からへんよ。うちとライラハンの関係はな。余裕で想像つくけど、まあライラハンのお連れさんやし、ブブ漬けでもごちそうするわ。戦いの後は甘いものが美味しいですわね。